げのピピマです。ひげカッパです。ケンニャンプルです。ということで、もう9月に入って、体育祭、文化祭、学園祭の時期ですよ。世の JK はアップルちゃんの脇より黒くなってるってカッパちゃんが言ってますから。やめてカッパちゃん。そんな悩める JK のためにね、今回はこんな企画を持ってきました。僕たち PK が透き通るような色白さを保っている方法をご紹介したいと思います。1個しかないやんけ。その通りで、引きこもる。まあまあ、そんなこと言ってられませんからね。まあそもそもに引きこもってるってのはあるんですけど、まあでも言ってもね、僕たちも高校生活の時にまだ白いって言われてた方なんですよ。だからまあその時にやってた方法とか、焼けないためにとか、焼けてしまった時の対処法みたいなものを今回は紹介して、悩める焼けてしまった方たちのために透る白さに戻る方法だったりを教えていきたいなと思います。それでは最後まで見ていてください。 PK チャンネルスタート。じゃあ誰からいきますか。はい。なんでいつも一番なんですか。自信がないので。さっさと笑ってください。じゃああーひどい。マジで日焼け止めなんですけど、ニョニョン、アリーエクストラル UV ハイライトジェル日焼け止めジェル SP50 プラス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 みたいな。はい、私はこの2つです。まず日焼け止め、これがめっちゃいいのかわかんないんですけど、高校の時からこれを使ってます。あ、そうなんだ。でも有名ですよね。有名だよね、アリー。で、次に2つ目、これはあれです。大丈夫そう。これは普通の日焼け止めになってて、理由も何もないや。なんでこれがいいとか別にないの。 あのね、私液体の日焼け止めが好きじゃなくて。液体ではないの。液体ですね。水っぽいとさ、あ、服につくじゃん。あのシャカシャカ振る系のやつってことでしょ。そう、シャカシャカが嫌いで、クリームタイプの、あんまりサラサラするのも濡れてない感が強いので、ちょっとベタつくようなこれが好きです。めっちゃ化粧した時間あるかも。そう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 、買えるよね普通に多分これ。そう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 、めっちゃいいです。よかったら皆さんも買ってみてください。2つ目はですね、チラッと見た。2つ目はこれです。前も紹介したコスメデコルテ AQ ラスティング UV プライマー化粧下地です。これにも日焼け止めが入ってるんですよ。 SPF40PA プラスプラスプラスみたいな。ちょっとなんか合わせ持ってきた感はあるけど。ちなみに僕の下地も SPF50 です。あと友達10人ぐらいの下地も SPF50 なんで、みんなだいたい SPF50、40 あれ日焼けの時は帽子かぶってたんですけど、私電車になくしちゃって、そうなんでちょっと持ってきてないんですけども、帽子をかぶります。ヒートしてる時も使ってます。閉めてても入ってきますので、紫外線は。家にいるから焼けないって思ってる2人がお間違いなんですよ。でもあなたより白いんで別に問題ないです。皆さんもよかったら塗ってみてください。1個目、じゃーん、日傘出た。これ私も普通に高校生の時の帰り道とか普通に差してました、一人で。でも結構サイズでかくない、日傘にしては。でかいかも。いいね、ちっちゃいのが多い中。かわいい、なんかついてるリボン、猫。あ、本当だ、地味に絵柄がある。猫ついてる。で、どこで買ったかわかりませんってやつでしょ、どうせ。本当にごめんなさい。イエーイ、はい、終わり。日焼け止めとかもいいんですけど、やっぱ直射日光じゃん。これもう自分の下が常に日陰なんですよ。家から駅までの短時間とかも、もちろん今も使ってるんですけど、日の下を歩くっていうのが、あ、もう焼けてる焼けてるわ今みたいな気持ちがすごい嫌なので、私は結構使ってます、日傘。もういいです、私次日傘紹介するんであんま言わないでください。続いてこちらです。メディヒールのライトマックスっていうパックになります。メディヒール大好きなんだけど、なんか予防は日傘と日焼け止めでするということで、その一日太陽を浴びた日の夜のケアも結構大事なんですよ。日焼けとかってやっぱこう皮膚に熱とか持っちゃうんですよ、顔ももちろん。だからそういう時のためにこれをね、お風呂入る前に冷蔵庫で冷やしといて、お風呂上がったらつけて、でこれはライトマックスっていうトーンアップのするパックだから、今日結構日浴びたなっていう日はこういうのをしてます。でパックじゃなくてもコットンに大量に化粧水とかを浸して、とにかく顔を冷やすのって本当に大事だと思うんですよ。特にさ、鼻の上とかさ、こう高いから、ほっぺとかって結構ね赤くなったりする人が多いと思うんで、予防ももちろんなんですけど、帰った時のケアも結構大事だと思います。終わりでーす。いいじゃん、アポよりは。ね、本当に一言余計だよ。はい、という
ということで皆さんお待ちかね、もう序章中章もうほんまにいらへんっていう話なんですよね。ここまでよくたどり着きました。皆さんありがとうございます。ということで今回私が紹介する UV ケア&焼けてしまった時のケアグッズを紹介していくんですけど、でまず初歩的なもので日焼け止めなんですけど、僕はこれを使ってます。もうごめんなさい、めんどくさいです。ピントビオレ UV マイルドケアミルク日焼け止め乳液顔体用のやつなんですけど、これは無香料無着色アルコールフリーのやつなんでめっちゃ肌に優しいんですよ。で僕結構敏感肌なんですよ。すごくこの腕とかも合わないもの塗ったりするとプツプツが出たりとかもあるので、結構アルコールフリーとかのものを使ってます。ちょっと弱いこれ SPF30 の PA+2 を使って、50って1回塗っても長持ちするんですけど、僕はもうこの30を短時間でめっちゃ塗るのでちょっと劣るかもしれないけど肌には優しい方を選んでますね。焼けるってよりかはその分ちょっと他のところでカバーしてるかなっていう感じです。でさっきもあったんですけど日傘ですね。これロフトで買える雨傘日傘兼用のやつ。日傘って黒いイメージがあるんだけど、結構白ってなんか軽いとか暑くないとかそういう感じさせるんだって。やっぱりそういうのも込めて夏っぽくていいかなと思って僕はこれを使っております。何よりさ、こう畳んだ時の小ささよ。ほらサイズがすごい、めっちゃコンパクト。これめっちゃおすすめで、まあ日中は大体みんなこんな感じだよね。日焼け止めと日傘で対策するみたいな感じなんだけど、あとはもう焼けてしまったらしょうがないってことで、当日にもう焼けた赤い時点でまだちょっと応急処置をすると色白のまま保てる可能性があるので、この無印の生成カットコットンの大判タイプって言って、普通に売ってるコットンよりはめっちゃでかい。こう本当はね腕とかもこう一枚一枚やったら最強けどちょっと無理だから、使い古したタオルとかあるじゃん、ああいうのを氷水とかにつけたのをもう10分ぐらい貼って冷やしてあげるのが本当に大事で、まあ顔はおすすめなのはやっぱこれ安いしたくさん使えるし成分はめっちゃいい。もうこれでやっぱコットンパックしてひたすら冷やす。でなんか噂だとこのハトムギとニベアのあのクリームを混ぜてこう塗るとめっちゃトーンアップするらしい。へぜひ皆さん、あのニベアとハトムギがある人はぜひやってみてください。今のコットンパックした後にまあいつものスキンケアをちょっと多めにやるぐらい多分いいと思う。であとおすすめなのがこういう大きいスプレータイプの化粧水みたいな成分が入ってるやつですね。このめっちゃおすすめ最近キュレルの濃純保湿ディープモイスチャースプレーってやつなんですけど、普通のアベンヌとかってただの水っぽいじゃん。これ本当にすごい潤いが結構ずっと保湿してくれるし、乾燥性敏感肌に考えて作られた肌にも優しいやつなので、全身に使えるのでシューってやってもうビチョビチョのまま放置してたら乾いてもっちもちになるので、特に女子の方とかねこのサイズちょっと高いんですけど全然おすすめで、あと最後ね、これは、グーダルの、ドクダミ鎮静クリームってやつなんですよ、これ。鎮静クリームって言って、やっぱ韓国の鎮静系はすごい、ニキビとかの肌荒れの鎮静もそうなんだけど、多分日焼けにもいいので、やっぱりこう焼けた顔とか、スキンケアの最後に、こういう鎮静系の水分クリームをこう、たっぷりこうやってあげることで、まあちょっとやらないよりは全然マシな、もちもちな肌になるんじゃないかなって思います。僕はいつもこの、本当に全部のスキンケアの最後に、蓋をするような感じでこの鎮静クリームは塗ってます。9点とかで安く売ってると思うのでチェックしてみてください。はい、ということで今回は PKA の夏に焼けてしまった肌の対策や日頃の日焼けケアの紹介でした。いや、やっぱりまだまだ残暑がねもう残ってます。残暑って感じなんで全然暑いよ。9月だけど、えドスルーしました。今私のギャグを残暑がまだ暑いで残暑言うたのにごめん、おけつぶしするやつ一番決めてほしい。ごめん、すごい、なんかめっちゃ冷やすっていうこと知らなかったんだよ。だからめっちゃ普通にためになったと思います。なんか意外とさ予防も大事だけどアフターケアも大事だよね。それを日焼けってまあでも結局ねいろんなこと調べたら出てくるからね。うん、あそうだよ、ネットとかで見るのが一番いいと思います、うん、あくまでも個人的なね、うん、うちらのやり方なんで皆さん合ったやつを探してみてください、うん、せーのバイバーイ頭悪そう